スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。こんばんは、キリンの川島明です。この番組では気持ちよく月曜の朝を迎えてもらうために日々の疲れを洗い流すようなトークをゆるりとお届けします。パートナーはボーリング場で確定申告をぶちかます、これが僕なりの BKB、 こちらの方です。とりあえずこのレーンだけ投げ切って、とりあえず、訴訟を出そう、訴訟をこれ返ってくるかな、税金、あ、もう返ってこないか、ちゃんとやってます、天使向かいです、よろしくお願いします。今夜のゲストこちらのコンビ、はい、こんばんは、インディアスキムです。田淵です、お願いします。お願いします。お久しぶりでございます。お久しぶりーふということで、お久しぶりーふだ、それでやってはるんだ、年末お久しぶりーふだ、年末じゃないんだよまだ。ちょっと早いですけどね、まあ、気持ちはね、気持ちはまあ、ゲッツより僕はお久しぶりーふのが好き、いや、わかります、久しぶり。インディアンスがですね、前回の出演が去年6月です、ね、めちゃめちゃ空きました。1年以上か、空きましたね、はい、4ヶ月ぐらい空きました、ありましたね、その間にもみるみるね、はい、急成長、急成長ですか、いや、ほんまですか、よく見ますよ、いや、ほんまですか、細かい仕事して、いや、細かい言うな、細かいって言うな、その通りなんですよ、それの積み重ねでしょ、歩いて歩いて、家にいない、家に全然いないです、スタジオもそこまで、はい、いや、でもロケでよう見るわ、はいはい、ロケが多いですね、地方はやっぱ行かせてもらうこと多くて、で泊まりで行くことも多いんで、やっぱ起きた時にこう今日どこやったっけっていう、めっちゃわかる、その時期来ましたか、来ましたね、あるね、登竜も、ラビット、うん、はいはい、に呼んでもらい始めてからというものという感じですよ、ありがとうございます、いや、マジでありがたいんですよ、どこ行っても今学祭シーズンで、うん、おもうやっぱ、ね、ラビットっていううちわとか、そんなラビットの中でやらせてもらって、クジャクーっていうギャグとか、クジャクうちわとか、みんなやっぱこう出てきたらこうしてますもん、その指を L にして、指を L にして、内輪も作って、内輪も作って、まあでも違法ですけどね、勝手に番組のそういうみたいな、個人で楽しむやったらいいですけどね、はいはいはい、公共の場でラビットとか、はいはいはい、クジャクとかやられるのは、はい、違法です。川島さんが言うなって、やめてください川島さんから違法なんかなってなる、ファンの方ピリってなるんじゃこっちはもう見て見ぬふりしてみて、もう一度よく確認していただきたい、今一度ね、今一度、そんなに、いやいや、いいやん別に、オフィシャルのグッズ買ってもらって、いや、そんな一切いじらないようにしてますなんでやねん、いじれやん、やってくれてんねん、このラジオも勝手にね、違法でどっか上げられてね、コメント欄で向かいらないでよく書かれてます、いや、それなんなん本当に、お前見てるからな、あんまり言いたないけど、お前って誰に言ってるぞ、特定の人物に言げてるやつや、コメントやってるやつ、お前お前、うん、上げて、いや、向かいらん、川島さんの珠玉なトーク聞きたい、ええやろいて腹立つ、腹立つね、向井さんも珠玉っすよね、そう、俺かて珠玉ではある、そうです、珠玉の素人やで、お前、ね、やめえ、やめえ、素人、リアルな、リアルな素人やめえなあ、魂入ってます、魂入ってすごいな、魂込めてますよ、すごいですね、そうだからね、はいはい、田淵君家が近いから、はい、ね、ご飯でもみたいに誘った時も基本地方か、あ、あと東京いても次の日ラビットなんでって言って、いや、まあ、朝早い日も増えてきまして、うん、いろいろ、そうや、プチブランチとかね、プチブランチとか、ね、いつもキムが5万やつよ、ラビット終わったらいつもプチブランチ流れるから、ね、はい、なんかそう打ち合わせがあったらみんなで見てんだけど、はい、いつ見てもワイプキムが5万やつ、いや俺なんかそう、テレビにそういうシール貼ってやんの、いやいや違うわ、いくいくして子役みたいな顔してね誰が子役や、福くんの顔して、福くんの顔してない、福ぶってさ、福ぶってないね、俺別に福ぶってない、福ぶってないけど、美味しいスイーツもなんか美容なんかも全部ニコニコ、いやなんかラビット生ってのもあってね、ちょっとキム硬いんですよね、ラビット、まあ、ちょっと硬いんですよ、硬くはないですけど、外国のスタジオとかで嬉しいじゃないですか、嬉しいよ、なんかだからちょっとこうニコニコしてしまうっていうのは、それが福ぶってるように見えたかもしれないよね、ラビットでも福ぶってよ、そうよ、ラビット福ぶりたいんですけど、ブスーとしてお前笑ってるやん、ブスーとしてね、ブスーとしてね、
回開いたらいやきちゅうそんなことないやお前は大きいのねおもろいロケは無数いやそんなわけやなやつやないや俺そういうシール貼ってるわなんでやねんなんでシール貼って気に入って貼ってないシール貼ってない右画面右上に無数いや貼ってないや俺らが一番笑ってますよそのみんなの芸人のロケロケめちゃくちゃ笑ってますよ他みんなあんま笑わんすけど俺他みんなの口開いたらいやきちゅういやきちゅう危ない危ない言うてた危ない危なかったって笑ってるてほんまですか言うんです裏であのネタとか二人でね相談とかしてる時相談してでも「ラヴィット!」もさ、うん、みんなもっと誰かのロケもっとちゃんと見ておもろいとこ笑ったりやっぱそのスタジオの方で盛り上げなあかんやろいやできてますねいやなんか多分モグライダーさんのとかねこう笑ったりとかしてるんですよ、うん、めっちゃ受けてるめっちゃ受けてる受けてないロケ受けてない誰やねん受けてないロケ受けてないロケなんか「ラヴィット!」もしてないしいや何やろいやでもなんかそのアインシュタインさんの時笑ってない人多いですけどねこの美容やからやろいや笑ってますしほんまですか、うん、美容とあのアインシュタインしかできないロケなのよあの情報とバラエティのバランス、うん、本当さいや美容のロケって結構難しいから、はいはいはい、いやあの時に僕と田渕はだいぶ笑ってますけどねいや俺もめっちゃファンですよほんまですか、ね、でも他の人こういうの譲る気にするでいやお前知らんで譲るその呼び出し方で譲るの呼び出し方で譲るの物言いほど恐ろしいのないから物言いやだな全部の穴にイヤホン入れてラジオ聞いてるいやいや全部の穴全穴2ついやいけんねん他も聞かれへん全部入れてるよ他聞こえてないですよいやいや鼻も鼻も鼻から来てるかな骨伝導かないやほんまやばいよ譲るやばいっすかね言ってもうたからないやまあねそうっすねいやもっと笑って僕はめっちゃ面白いから笑ってるけどみんなが笑ってますしこの間ちょっとある曜日の「あのラヴィット!」のスタッフさんとご飯食べさせていただいた時に、はい、やっぱその、うん、やっぱ僕らって結構意外とやっぱキムの話題になることの方がやっぱ多いんですよ、はいはい、やっぱいじりどころ多いというか、まあ、実はねそうなんですよそのキムさんその進行してもらったりとかも結構あるんですけど、うん、ロケで、うん、ありがたいんですと進行、うん、あと情報入れてもらったり、はい、そのでも あんなにいらないそのキムさん喋り一人喋りそんなにいらないんですよね。だからあのその V が上がっていた時にまずキムから切れって上から言われちゃうんですよねっていう。トリミング。トリミング。キムからキムから切ってくる。あそこのキムとあそこのキムとあそこもう一個キムあってあそこ切ってって言われてるな。言われてるっすよ。それだって僕が自らじゃないとこもありますしね。こう言ってくる。適出されてんねや。適出、ね、編集というか。そうなんですよ。いやそうなんキムが喋ってしまうと。はい。でキムの一人喋りちょっと目立つなとちょっと多いぞ今回もってなって。いやそうで田淵もボケ多いぞって田淵のボケも切っていく。インディアンスめちゃめちゃ切られる。呼ばれるのになあんなに呼ばれてそうですねだからむちゃくちゃボケてやっと数個使ってもらえるかなっていうこの打率でねやっぱり、ね、キムはこう裏回しがしたいのよ、はいはい、できる男というできる男僕が MC やったキムがもうやっぱ参謀になろうとしてるからはいそうスタジオでも結構やってくれんねんけど、はいはい、山添君が、はい、まあいろいろちょっとやらかして、はいはいはい、復帰した時の「ラヴィット!」にインディアンスもいたんですよ、はいはい、でまあまあ「まあ、ラヴィット!」のロケでね、はい、ちょっとまあざわついてしまったことですから、はいはい、でまあ彼なりにもちゃんと反省してそうですね、帰ってきておかえりみたいな回で、まあ、そのことにはスタッフさんもそんなフレンドいいんじゃないけど、はい、やってたらオープニングからキムの様子がおかしくて、はい、なんか爆弾魔みたいな顔してるカチカチ押すぞ押すぞカチカチ目も貯金箱みたいなのみたいな細いですよガタガタ緊張してるんだよ、はい、何してんやろなと思って、はいはいで山添君にファーって振ったら、はい、まあいろいろあったけどおかえりみたいな感じで盛り上がってて普通に山添がなんか食レポみたいにした時に、うん、キムがここやみたいな顔で、はい、どうしたなんか緊張してなかったんみたいなえなんてお前やろ緊張して緊張してカタカタカタってなって絶対俺が言ったやろみたいな感じで緊張してなんかあったんですかってこのテンションで出ないのよ人をそんないじってないからキムがどうしたなんかあったんやお前やろそんな DJ みたいな入り方してないスクラッチ入ってるスクラッチに入ってないです俺なってたスクラッチの裏回ししてない見事山沿いにカウンタークラッチお前が緊張しとるやないか最悪っすよ大笑いでしたけど、ね、大笑いいや最悪っす大笑いですでもめっちゃ怒ってましたよキム終わった後なんであのままやったら誰も行ってないと誰も山沿いいじってない、まあ、ないや俺が行ったんやといやなんかこのほんま誰が行くねんみたいな勝手に空気やすこっちのなってたのなってました、なんか誰が行くねんっていうかでも段階踏んで行くなんか誰もでもそのことについて触れてないです、うん、この始まる前から、まあ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 、なんか普通に触れんとこうと思ってたからね、うん、そうっすよねだから触れずに行って最後山添終わって、うん、あれ川島さんそれでは今からじゃあコーナー行くぞの顔してたんで
まあそうですね、オープニングが終わり、うん、そこでやっぱり、あ、俺が行かなきゃ誰が行くねんと思って、俺やるならやらねば、やるならやらねばで行ったらガチガチに噛んでなんかリプレイも流されるみたいな。様子おかしい。いやもうおかしかった。沸騰してたね。もうなんかすごかったね。すごかった。いやでもだからあれやった以来火曜呼ばれてないんで。いやまあちょっと言うのですよ。あれが俺が言ったからか。それ以来なんでやっぱちょっとやっぱキムがちょっとはしゃぎすぎたんかなとちょっと思ってます。だからそういう役割をしようと。うん、そうですね、なんかちょっと、ね、なんかだからできればゆずるさんみたいな役回りがいい。どっちなの？いやいや完全に今ゆずるに対して言ってるやん、はいね、聞かれてると思ってね。やばいよ、ロケ批判してたやん。いや僕はゆずるさんみたいになりたい。ロケ批判したけど、ゆずるさんみたいになりたいんで僕は。よくないわ。どっちなんやあいつはってなって、さらに今ゆずるさんムカついてる。そうやな、なんかこれで上機嫌なる人間やと思われてるっていうことで、その程度で、いやそのフォローで。そんなことないですけど、バチバチやってくれ、ゆずるっていうスキム。いいですか、やろう。いや、いいですか。いや、ちょっとこれ、や抑えます。何でさんねん、小屋抑えます。小屋抑えやな、小屋。シアター森 A。 いや、シアター森あんま無料炊き出しライブ。無料炊き出しライブ、どっちが裏回せるか。俺たちはなんかね、筑前煮とか炊き出しを、はい、戦っていただいて、芋煮とか。どう戦うの？どう戦い方が分かんないですけど。バチバチ、そら、いやバチバチじゃないです。裏回し勝負もあるやろうし、ちょっと裏回しね、させてもらえたらなと思うんで、ちょっとまた。いやそうです、はい、ちょっと。まあでもキムって名前変えてから調子いいでしょ、はい、あら、あ、そうですね、なんかキムはキムってみんな呼んでもらえるから。そうですね、そうですね、なんかひらがなでキムっていうのが、はい、だいぶこう舐めてももらえるし、おいキムって、まあ、ちっちゃい子から呼んでもらえる、これは大事なことなんですよ。いやありがたい。キムタ亮介でやってたんですけど、はい、ある先輩が変えた方がいいんじゃないか。え、誰ですか。はい、あのジャングルポケットのおたけさんがひらがなの方がいいんちゃうか。酩酊状態な。たけのこで24時間もんじゃ屋で酩酊。週5経ってありますよ。おたけさんが、僕がじゃあお前キムで、でレインボーのジャンボ、はいはいはい、お前ジャンボでいいやん。あ、高尾のことをジャンボつけた。ジャンボ、そうなん。その場でキムとジャンボ決まって、そっからなんかこのあいつももう ジャンボじゃないですか。みたいな。すごジャンボって言いやすいし、言いやすいですね、キャラクターを表現し。いや実はですね、はい、あの一人今改名しようかどうか迷ってる方がおられまして、改名はちょっと大事ですね。それが天使向井さん。あれ、え、はい、そう、ほんまにほんまに変えるはるんですか。そう、え、向井さんじゃなくなるんや。いや天使向井というのがちょっと硬いんじゃないかと。あ、うん、確かにね。なるほど。でちょっとあのリスナーに募集したんですよ。はい、で一回解明した方がいいんじゃないかって、向井のあの解明案募集しますわ。ありがたいですよ。あのめっちゃ来たんですね。すごい、めっちゃ来るんや。めっちゃ来た。はい、ちょっといいですか。はい、ちょっとお願いします。お願いします。大阪府ラーメン単品さん、向井さんの解明案。はい、はい、天心という芸名につながる方にすれば違和感がないと思います。なるほど。なので天心の甘栗ポン吉はどうでしょうか。甘栗ポン吉、甘栗ポン吉、天津甘栗、かわいい、ね、甘栗ポン吉いいですね、うん、確かにね。いいやん、なんか高橋留美子先生みたいで、はい、ね、ついてるね、甘栗ポン吉、はいはい、甘中天津甘栗県のイメージがだいぶ強いですが、ランマ2分の1でおなじみ、ね、はい、ランマ2分の1甘栗県ってね、スーパーファミコンの対戦で、甘栗県対戦の時あの声ありましたけど、それいいんですよ。いやでも確か甘栗はかわいいね、この時期にやってるしかも。ポン吉はずっと川島さんがこうした方がいいんじゃない、はい、って言ってる。あ、ポン吉はそうなんですね。甘栗ポン吉、甘栗甘栗可愛いね。天心も残しつつね、うん、はいはいはい、はい、いいね、ラジオネームおせんべいオリバー。ビスケットじゃなくて、ビスケットじゃなくて、ビスケットじゃなくて、おせんべい、だいぶ和風やな、はい、日本のおせんべいオリバー。俺のお気に入りこの2023一番おもろいラジオネーム、おせんべいオリバー。何回読んでも笑っちゃうね。いいですね、なんか。このおせんべいオリバのセンスでつけてくれてるから。あ、そうですね。名前つけるのうまい。向井さんの解明や。はい。天心の、ハス向井はどうでしょう。ハス向井、少しずれた。ちょっとずらしてみました、ね、ずらしてみました。斜め、さすがおせんべいオリバ。ハス向井。ちょっとでいいね。はい、ちょっとでいい。ちょっとでいいんだ。ハスンとかね。ハスンって呼ばれるんです、これ。ハスンいいね。ハスの方が随分。ハスンね。向井なくなってまいりますけどね。天心のハスンか。でもあの、向井にパンサーがいるから、そっか、そうですね。ちょっとダブったりするから。そうですね。ハスンはいいんですよね。ハスン、ね。ハス向井、向井なくした方がいいんか。まあ、向井は、そうですね。ちょっと強いですよ。いや、強いですね。ラジオネーム、森森。バック、はい、向井さんはキュートな見た目とは裏腹に、はい、うん、性格が歪んでいるので、え、暗黒大福はどうでしょう。暗黒大福、暗黒大福か。天使暗黒大福、天使の暗黒大福です。いや、芸歴25年目で
怖いよ。どっち略すの？アンちゃんなの？ダイちゃんなの？ダイちゃんかな。暗黒天使みたい。暗黒天使みたいな、よくないんです。暗黒一門よ。暗黒一門。でもダイちゃん今いますからね。ダイちゃん。ダイちゃん。ダイちゃんはいます。それは戦闘ダメになるから。それせなあかんよ。それせなあかんよ。それはせなあかんよ。フクちゃんで。フクちゃん。ハスモカイちゃんでやらなあかん。食べていい？食べて。ヒューカ。ずっと食べてもらわれへんっていうノリですよ。ノリですね。ラジオでもかっこいいだけど、あ、これもいいですよ。この名前にすれば向井さんは先輩後輩同期にいじられ放題ではないでしょうか。肉まん小僧で。肉まん小僧だ。やってきてる。やっぱり小僧なんだよな。小僧なんですか俺。肉まんが多いわ。肉まんが多い。ラジオでも通り並さん、天心向井聖太郎改め、肉まんの入った白タイツスイ太郎。長い長い長い。白タイツスイ太郎。全然幸せなのに肉まん一問やね。いや一問なんですけど、白タイツスイ太郎。白タイツスイ太郎ってどういうこと？下の名前まで生かしてくれてますね。聖太郎だから。聖太郎や。聖太郎や。向井さんに足りてないものが分かりました。それは強さです。強さ。何者も寄せ付けない強さが足りてなかったのではないでしょうか。向井さんの新しい芸名、肉戦艦ビラブロ。肉戦艦ビラブロ。ビラブロ。それはもうあんまり言えないけど、卑猥な店じゃん。まあまあ、まあ、卑猥な店じゃん。卑猥な店してそんな怪しい店出ると思いますか？肉戦艦ビラブロ。ビラブロ渋谷店。普段どこ行ってるんですか？なんだ肉戦艦ビラブロって。どういうことやねん、これ。戦艦なんですから。肉戦艦ビラブロ。大久保駅に着いたらお電話ください。いやだからそうじゃない。ほなエロいか、そうじゃない。呼びます。ほなエロいか。ほなエロいか。ミルクボーイええわ。肉戦艦。肉に、肉に。肉にね。まあ肉には確かに言いやすいか。肉にか。ラジオネームトップガン。ずっこけロボッツ、ムカ教授。ふざけやがってよ。ふざけやがってよ。ずっこけロボッツ。ここまで行った方がいいっすね。複数形はおかしくないか。ロボッツ。ロボッツ。何においても。他にもおるってよ。あのね。腹話術みたいに線引いてさ、今日は8号です。難しい。で滑って CM 開けたら9号です。いやいや無理無理無理。すみません8号がキャラメルマシーンみたいな。いやいやだからそのドクタースランプのね。自分じゃないっつって滑ったのは。滑ったのは僕じゃないですよ。いや俺も考えたんやけど。おマジですか。川島さんも。はい。ムカキンスカイウォーカー。いやムカキンスカイウォーカーや。ムカキン。向井はやっぱりいいかもしれない。向井、向井スカイオーカー、でもヒロヒカキンとかと一緒にされるとちょっと申し訳ないんで、違うよっていうの。なるほど。スカイウォーカー、スカイウォーカー、スターウォーズか。いや、スターウォーズか。アナキンの方から取ったんだよっていう。そっちから行きます。餃子スカイウォーカーいるんで、レゲエで。重なる。重なっちゃう。ちょっと重なっちゃう。重なる。ほぼ同一人物。餃子スカイウォーカー。餃子スカイウォーカー好きな人は違うでしょ。なるな。もうしょうがない。これだそう。あ、川島さんありがとうございます。ボム兵ハンカチョ。ボム兵。鬼兵がボム兵。いや、それはもうマリオな。いいなこれで。もうそこはボム兵。もう最高一層制だよね今日。いやそうですね。どれか選びましょうこれ。鬼兵以外や。どれか選びましょう。これでだから向井さん。ボム兵ハンカチョって俺が言うの。はいどうも天心の木村です。ボム兵ハンカチョです。お願いします。お願いします。なんかお願いしましたね。お願いします。そこんとこよろしく。かかるよ。お願いします。いや分からへんね。いやあれは嫌これは嫌って言うのよ最初は。はい。みんなそう。ユウスケとかも初め聞いた時、ユウスケとサンタマリアさんとかいるでとか言ってたけど、結局もうユウスケで売れてるから。そうですね。ユウスケさんって俺ら普通に呼びますからね。そうか。だから初めは嫌よ。初めは嫌か。だからこれね、ほんまに考えたんですよ、はい、僕、はい、これ年内にちょっと決めようということで、もちろん今からもメール皆さん送ってほしいんですけど、はい、いいやつを全部解明ボックスに入れます。はい、うん、はい、で、はい、年末最後の放送で引いてもらおうと思って。なるほど。あ、そうなんですね。そう。はで、バリバリの占い師に考えてもらったやつもそこに入れようと思って。おお、なるほど。やっぱこう解明ノリではね、はい、できないから。そう、ちゃんと姓名判断とかしてもらって、はい、そう、なるほど。今回箱に入るのは、ズッコケロボッツ、ムカ教授。これ残るの？これ残んの？肉戦艦ビラブロ。ビラブロはやめて。ビラブロは説明むずいからやめて。ねえ。ハス向かい。ハス向かい。ハスン。ハスもまあ可愛いけど。ボム兵ハンカチョ。ボム兵。ボム兵入ってくるんや。カズ。そう。三浦カズ。と、まあ。三浦カズってないね。ちょっとありました。三浦カズあった。ありました。いきます。あ、キムさんも考えてくれたって。ちょっと首のとこにちょっと、イボっぽいのが見えたので、それも取った方がいいかなということで、
イボトリンドルムカ。イボトリンドルムカ。イボトリンドルムカ。急にトリンドルムカ。トリンドル一問で。最新鋭のトリンドル現る？これでいいんかなと。イボトリンドルムカで。これでいいですか？なんで確定で進めるの？これでいいですか？ボックス。ボックス。ちょっと待って、イボトリンドルも？イボトリンドルムカ。ゲストの方にも一個ずつ考えてもらおう。いや、そうですね。それいいかもしれない。さっきどなたでしたっけな、力強さが足りてないって。ああ、言ってたよ。それめっちゃ納得やったんですよ。グレートムカ。あグレートムカだ。ザ・グレートムカ、はい、ザ・グレートムカ、はい、いいですね。あ、ザ・グレートムカはそういう人格で持っといたら、あ、別で、ね、グレートニタとかさ、はいはいはい、グレートムタみたいに言いましたもんね、いろいろ全然性格も変わるみたいな、うん、はいはいはい、そうそうそう、それはいいかもですね。これありですよね。ちょっと後輩からいじりづらいですけど、今日どっちなんやろとはなっちゃうかもしれない。でもメイクしてるから、メイクわかる。ムカの時はしっかりメイク、いや、そりゃそうですよ。メイクするんですね。広島の、はい、あの、その海から棺桶が上がって、あ、漁師が開けてみたらグレートムカやったっていう。ムカの部分のヒストリーに雷が落ちるから、いつもグレートムカ入場ってなったら、まあ、大安定からのスタート、はいはいはい、出囃子でその映像が流れたら、はい、あ、今日ムカだ。そう、あ、うわ、ムカや、今日は。ムカや、今日は。声優さんもこれ大変よ。いいですね。これ、それで声優さんの MC やる。いや、それバーン、ムカ、雷落ちたうわ、ムカ、ムカや、今日。もう外れやん、ムカの日は。ほぼね、ほぼキングボンビーの格好で。いやいや、あれナノネンじゃない、ナノネンで MC やらないでしょ。お尻にピンスポで振り返って、はい、グレートムカ、いやいや、剣山でいい、かっこいいけど、めちゃめちゃいいですけどね。グレートムカはね、確かにその人格で言ってもいいかもね、うん、なんかね、新しいキャラとして、はい、向井さん中に何個かキャラがおる中の1個、うんうん、あ、グレートムカ、人格としてはそれは当たりですね。ありですよね。じゃあ解明ボックスに入れておきます、ね、うん、ありがとうございます、はい、はい、入った。ちょっとリスナーの皆さんも、はい、これ本気で向井さんの人生変えるかもしれませんから、すごいな。田淵は田淵の、これがですね、僕もキムに合わせてポップにしてままの方がいいんじゃないかという話も結構もらうんですよ。だからなんか僕がキムにしてから余計にこのなんか、あ、お前なんか字硬いんやなって言われるような、まあ、漢字4文字ですからね、僕武士がちょっとで、秋広、武士ね、確かに。いや、そうなんですよ、僕もなんかちょっともらえないですか、アイデア。いいよ、いいっすか、お前これ向井にあげようとしてたやつやね。え、いいっすか、はい、カニほぐし無言野郎。なんでやねん。なんで俺カニほぐし無言野郎やねん。全員そうでしょ。ほんでそれで言ったら全員カニほぐし無言やろうや。全員黙るんやから。さすがにこんだけ喋るやつもカニほぐすとき無言やっていうことを言いたい。そう、なんでその時無言やっていうことを言いたいんですか。JMA の寝言。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りします。皆さんは鏡の前に立った時、最初に気にする体の部分はどこですか？髪型が崩れていないかと、髪を気にする方が多いのではないでしょうか。髪は男性の印象を決める大きな要因の一つ。より良い髪を育むためには、髪の毛そのものと、その土台となる頭皮を毎日ケアすることが大切です。スカルプ D は、髪と頭皮をケアするシャンプーとコンディショナーのブランド。富士経済調べのメンズシャンプーリンスのメーカーシェアで2009年から14年連続売上ナンバーワンを獲得しました。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを始めてみませんか？詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ川島明の寝言。キリンの川島明です。電子向かいです。あ、いいんです、来ます。すいません、お前カニの身向いてたんか。やー、俺やろうな、俺や、すぐパクるやろ。違う違う、すいません、すぐ抜く。向井さん何がいいかなと考えてたら、はい、すぐ黙る。ダメよラジオで。すいません、申し訳ない。すぐ言うの逆すな、すぐ黙る、すぐ黙る、すいません、すいません。と、田淵です。今日はインディアンスと一緒にこんな企画をやります。はい。コンビ共通点ゲーム。シャンです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 。共通点シャンです。シャンです。まずはお題としてあるコンビ名が出されます。はい。1分間のシンキングタイムが与えられるので、はい、お題のコンビと共通点が多くありそうなコンビを一組だけ挙げてください。ああ、なるほど。例えばお題がインディアンスと出たら、はい、それに対してロングコートダディと書けば M1 ファイナリスト
片方メガネ、うん、NSC 同期とか、うん、ポイントがどんどん加算する、ね、はい、共通点は自分で主張して OK です、はい、まあ、話し合いでありなしは決めます、はい、お題のコンビと最も多くの共通点を持つコンビをかけた人の勝ち。おお、なるほど。同じコンビ名が出たとしても共通点をより多く探せていたらその人の勝ち。なるほど、はい、やりましょうよ。共通点が3つ2つあるやつを探す、大変な。いやですか。いや違う、ゲームの難しさを、ゲームの難しさを一回言わないと。やりましょう。いや違う、やらない、やる一回バラシバラシません、バラシだ、落ち着いて集まろう、ね、違う、これいつもなんか言うのよ。いや難しいゲームっていうの言わないとね、やってみないと分からへんっていつも言うやん、ほんで最後には。そう、いや、そうなんですけどやってみないと分かんないから、まあ、とりあえずやってみましょうとか言うてるから、これ喋りたいだけ、喋りたいだけだわけない。カニ食うとけってどういう悪口や。無言で俺って言ってるやな。アホ。アホって何？アホや、お前は。アホ。アホって何？アホ。アホって何？とりあえず一旦やりましょう。よっしゃ。はい。ね、ありがとう、裏回し。すいません。こいつのはいいんかい。ゆずるさんみたいだったな。お前。ありがとう。いきます。はい、よろしくお願いします。ゆずるさんこんなん。バビョン。バビョンだ。バビョン。横山千さも驚き。バビョン。いや、バビョンって言ってたけど、ジャンプ放送局。男性ブランコ。ダンブラ。わー。1分間シンキングタイム。スタート。ダンブラムーチョ。ダンブラムーチョ。ダンブラムーチョ。あ、男性ブランコ。うわー。うわー。うわー。無理だな、これ。そうか。うわ。なんでこんなで、ちょっと難しいな、バチッとハマで出てくるはずやねん。いや、そうなんすよ、ねえ、いや、なんだろう、うわ、うわ、もう詰まった。いや、やばいやばい、全然ダメ、ちょっと待てよ、ちょっと待てよ、他なんかあったかな、まあ他なんかなかったかな、なんか出てこい、うわ、なんかあれ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 、なんとかあれ、全然出えんかったかもな。いや、出したかったけどな。ちょっとこれは弱っちな。じゃあ、今度私からいきますか。はい、じゃあ川島さん。うわー、男性ブランコと共通点が多いコンビはバッファロー五郎さん。バッファローさん、バッファローさん、やはりダブルメガネ。うわー、なるほど。二人ともがメガネ。ダブルメガネは強いよなー。そして、やっぱり、キングオブコント、ファイナリスト。まあそこもいけると思うんですよね。チャンピオンであり、五郎さんは。ファイナリストも、もうそこはね。そして、コンビ名が漢字とカタカナの組み合わせ。お、バッファローとゴロ、男性とブランコだ。うわー、感じ。うわー、なるほど。カタカナか、なるほど。小食。小食？ちょっと、ん？あ、小食。そんなに食べない。いやいや、速報なんですけど、平井めっちゃ食べます。速報入りました。速報入りました。小食バスター。あいつ鍛えてるから、あの体キープしてるだけで。めっちゃ食うんです。めっちゃ食いますね。はい。優しい。今探してます。います。はい。優しい。優しいですよ。優しい。組とも優しいですよ。優しいよ。芸人大体当てはまるけどな。じゃあ三個。広いな、三つ。はい。じゃあムカネ。じゃあムカネは、はい。僕もバッファロー五郎さん。あ、バッファロー五郎さん。一緒です。やっぱりな、それメガネでね、検索して。そうなんです。ダブルメガネでしょ。僕らの世代で言うとダブルメガネ。はい。コントをまあメインでやられている。コントですね。はい。僕もカタカナと漢字がコンビ名。おお。何ですかそれ。あれ？え？高校がちょっと有利すぎるルールでした。それはね、じゃあさっきの書いてましたかそれ。いやいや、それはもう書いてあった。俺も書いてますね。ちゃんとフリップ用意して書くべきでしたね、これね。まあ、証拠の。まあ、だから今回は失格やけど。もうダメダメダメ。次からはや、普通。珍しいや。厳しい。今回は失格やけど。厳しい。俺やから。厳しい。もうダメですよ。じゃあダメじゃない。書いてた。書いてる？はい。で、役者としても活動されている。それが、A 先生。めっちゃ出てるドラマ。めっちゃ出てますし、この間も浦井くん出てましたけど。出てた。役者か。役者。で、まあ、家に、ゴキブリが出たら嫌だ。はい。っていう。全員。まだ全員。本体竹締めもみたいな。お前何やねん、それ。こんな家は嫌だ。こんな家は嫌だ。嫌ですね、これ。まだ飛ばせよってやつありますもんね、たまに。まだいらんかったよ、竹締めもっていう。すいません。いやもう、三つか三つですね。なるほど。四つ。あれ、四つ？四つらしい。
よし。ダブルメガネコント。あ、カタカナ。役者入ってんねや。役者も。よし。向井のとこ今暫定チーム。なるほど。よっしゃ。じゃあ次行かせていただきます。タブ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 行かせていただきます。ダンブラ、共通で大人が、コロコロチキチキペッパーズ。おー、コロチキ。コロチキ。何ですか？ちょっとね、ダブルメガネは無理やったんですけど、まあ、まずは吉本。事務所一緒ですよね。はい。で、コントメインでやっている。そして、同期。そうか、同期か。同期なんですよね。うわー、同期かも。ファイナリストですね。うん、で、ダンブラーはもともとやし、コロチキは二人ともね、メガネをね、普段かけるんです。え、これね、メガネをよくかけるという部分でも、コロチキ。え、ナダル？ナダルかけてる？まあ、あいつはサングラスですけどね。けどまあまあ。西野もかけてない。西野メガネかけてるよ、最近。いや、最近。いや、そう、裏のことを過ぎひんのが、その。サングラスだし。裏のことまで言っていかんと、こんな、数変わりませんって。いや、せやけど、その、なさすぎて、ナダルのグラさんも。はい。ナダルなんかもうアイコングラさんかけてますからね。あが。どうし、これを、全然。絶対あがやな。かみせんねえじゃん。めちゃくちゃあかん。あと二組とも、おもろい。おい。おもろい。おもろいことをする。おもろいことを喋りよる。うん。ずっとあかんよ。え、今言ってんやで。なんで？なんで言ってんなんすか？いや、よう考えたら、コント師とキングオブコントファイナリスト一緒やからな。ええー、もそらそうやん、一瞬で。コントメインで。いや、なんだったらダンブラなんか M1 も言ってんねんから。まあまあ、まあ。じゃあ芸人も入んのか芸人。芸人だったら。芸人も入ります。そんなん言い出したらさ。言ってないだから俺多分ちょっと遊ぶの嫌やん。いや、ほんま。こういうことするやん。マジで。思ってたの？一日目でこうやって壊すやついるよな。いややわ。他のメンバーでやった時面白かったもん。いや、そういうやつおるけど。お前さ、何ができんねん。え、誰に言われてんの？え、何をされてるのなんで赤さんはい。お任せ、お任せ。お任せ。任されたよ、なんで。なんで俺に任せるの？こすいことやめてよ。いや、こすないじゃないですか。増やして、増やして。いや、でも吉本、同期、ファイナリスト、コントはいいんじゃないですか？まあまあ、いや、ファイナリストとコント怪しいわ。え、じゃあどっちかですか？はい。じゃあまあ3つか、ファイナリストですね。吉本、同期。うん、吉本どうですか？まあちょっと気持ちよくはないですけど、そこまでして勝ちたいんでしょう。あれ？嫌な締め方。すごい。いや、こんだけやったらキム出てるんやろな、お前ちゃん。キム。はい。行こう。また別の阿佐ヶ谷姉妹さん。うわー！なるほど。確かに。ダブルメガネ、阿佐ヶ谷。はい、ダブルメガネで、うん、まあ。ダブメガネ？まあ、風貌が似てると。まあ、男性ブランコも今日兄弟って言われたりするんで、阿佐ヶ谷姉妹も風貌似てる。いきなり、いやいやいや、ちょっと、ちょっとそれはもう、それはないわ。それ、だから、おんないわ。ダブルメガネの1個で。えぇ！ 1! ダブルメガネ。ダブルメガネ。譲らず。1で。あ、そう。もうちょっとなんかありそう。え？いや、だから、でもなんか、一人がこのちょっと顔ほっそりして、もう一人がふっくらしてるというか。ああ。なんかまあ、裏がちょっとふっくらしてて。うん。裏も痩せたからな。ねえ、平井がちょっとほっそりしてるという体制。阿佐ヶ谷さんがこう、歌歌うのに対してね。男性ブランコは音符を扱うみたいな。ああ、ま、その、音符つながりみたいな。なんかだから音符の。それは俺が言うたんや。なんで今自分のもんに。なんで自分の棚に入れたんそれは僕の勝利。それ通るわけない。みんなに聞こえてない。目の前で思いっきりもらった。そんなやつだから。それ僕もお金出しましたみたいな。お前ずるいで誕生日とかそういうやつあるけど。僕も出しましたみたいな。お前出していい？頭出してるんで。ちょっと出してる。ダブルメガネコント。コント。ダメです。行って。ダブルメガネ。ダブルメガネのみ。めっちゃええとこ行ったことあるけどな、阿佐ヶ谷姉妹。阿佐ヶ谷姉妹出そうやけどな。カッコつけたね。うん。うわ、え、こんな、いや、カッコつけた。阿佐ヶ谷姉妹っていう、そこと言うまでがピーケだね。いや、かっこよかった、あの瞬間は。おーって湧いたのに。カッコつけたないっすけど。ダブルメガネ。いや、そんな言い方してないし。終わりでーし。終わった。なんで小宮さん似てまーす。なんで小宮さん全員似てる。このラウンドは向井さん。いいね。いいです。いいですね。じゃあこれ、ちょっとルール変えて。はい。2個引いて、その引いたコンビの共通点を探す。あ、なるほど。ああ、もう決まりました。わかりました。早押しにしようかも。あ、いいですね。はい。じゃあ1組目は、よし。バビョン。バビョン。頑張れルーヤ。頑張れルーヤ。頑張れルーヤ。そしてもう1組は、中川家。うわ中川家、頑張れルーヤと中川家の、しかも A とか出したいですね。共通点。頑張れルーヤと中川家さん。はい。はい。どちらも下の名前で活動している。ああ
ツヨシ、レイジ、ヨシコ、マグ。あ、すごい。ほし。あ、それめっちゃいい。はい。な、はい。おい、吉本。吉本。あ、そうか、それは吉本だ、これ。はい。あるあるコントをする。え、頑張れるやん。頑張れるやんもするんですよ。あるあるで化粧品のそのあるあるとかしたりするんで、あるあるコントをする。はい。ボケの、僕、片方がモノマネがうまい。あー、ヨシコちゃん。はい。食べさんとかやるし。やります。モノマネ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 。はい、はい。両方、なんか友近と接点がある。ああ、友近さんと仲いい。はい、仲いい。共通だといいですね。ああ、なるほど。あ、そういうのもある。それいいな。はあ。確かにね。昔もっと太ってた。ああ。はい。まあそうか。頑張れるやつ。いや、頑張れるやつ。まあ、ちょっとね、まーちゃんが。まーちゃんがちょっとまーちゃん痩せたんですよね、めっちゃ。あ、そうか。真昼の、そうなんですよ。二人とももっと大きかったんですけどね。わからないですけど、森口氏出身。わからないですけど。大勝負。大勝負ですよ。大勝負。それだけ。頑張れるやもんですね。はい。それ調べて違ったらもう失格ですよ。失格です。もうそれも。もう一つ勝負じゃない。森口氏。森口氏。頑張れる。はい。いや、当たればね。当たれば優勝。即優勝。頑張れるやにかけた。来い、来い。頑張れるやにかけた。はい。森口ね。もう中掛さんは言わずもがな。そうですね。そうですね。頑張れるや出身地そうだったんじゃないかと。早めに売れたはちょっと違いますもんね。保険聞いてるのいい話だよ。ちょっと違いますよね。一応こんなんありますけど、みたいな。それあかんよ。言い切ってくれたら。ほんまに何ができるの結果すだよ。はい。頑張れるや鳥取と愛知。全然違う。失格失格だ。大阪ゼロ大阪ゼロ鳥取と愛知な、あいつら。全然違う。知らんかった。まさかの。大阪でやってたんや、そのコンビが。失格や。むっつい二組やな、これ共通点。いや、ほんま川島さんの下の名前がベストアンサーなんやな。いや、下強いな。うわ、よしこ。一個目ベストやな、これ。そうやね。あ、だから、三文字か。よしこ、まひる、つよし、れいじ。うわまあ、川島さんのこぼれですけどね。川島さんに入ります、今のは。これは俺の、あれですよ。著作権、著作権。著作権。二次利用。二次利用ってこと？大きい声で二次利用してる。大きい声で二次利用。こっちのもやな。俺3文字のアクリルスタンドを作ってる小売店です。小売店しかも無許可で。無許可で。が、なんか、生きてたと思う。小売店が生きてたんだ。3文字じゃないんだよ。じゃあ俺優勝ということで。すごいなぁ。1万円回収していきます。めっちゃ金動くやん、この時。ラジオやから、ラジオ。かけてねえから。カニ食われへんやん。えってカニ食われへんやん。ほぐし太郎としての字が芽生えんの。なんで自分から買うの買ってもらったらええやん。ということで以上、コンビ共通点ゲームでした。はい。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。皆さんは、ご自宅のシャンプー、どんなものを使っていますか？男性の髪の悩みは千差万別だから、自分に合ったシャンプー選びが大切です。頭皮のベタつき、匂い、フケやかゆみ、髪のボリューム感、髪の毛の張り、腰の低下、スタイリングが決まらない、一つでも思い当たったらスカルプ D シャンプーを検討してみませんか？3つの有効成分配合のスカルプ D 独自の設計で髪と頭皮を健やかに保ちます。さらに使う人の頭皮のタイプに合わせて異なる設計の3種類のシャンプーをご用意。髪と頭皮をケアするスカルプ D で毎日のヘアケアを。詳しくはスカルプ D で検索。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。キリンの川島明です。天使向井です。インディアスキムです。田淵です。さーて、この番組は、メンズシャンプーでおなじみ、スカルプ D さんの提供でお送りしております。はい。インディアンズ。
いや、スーや。のお二人は。初めてです。いや、台本もスーになってますよ、ちゃんと。スーですし。スカルプ D を使ったことありますか？あります。あります。シャンプー使ってます。はい、ありがとうございます。使っております。使っております。はい、使っております。嬉しいです。毎日毎日ワックススプレーで頭つけてたら、メイクさんに言われるんですよ。今ちょっと頭皮赤っぽいですよ、みたいな。あ、疲れてると。はい。そう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 。スカルプ D、マジでいいんですよ。最高です。ほんまに。ちゃんと。はい、使ってます。ちゃんと。はい、整えてくれますよ。ありがとうございます。そんなスカルプ D さんが今、人気アニメとコラボレーションしております。何？アニメの虎。向井さん、紹介お願いします。はい、アニメの虎でございます。アニメの虎でございます。そんなテンション？いや、アニメの虎でございます。あーみたいなんじゃないですよね。ちょっと、シックなんだ。アニ虎。アニ虎でございます。アニ虎なんだ。はい。ということで、今回紹介するのは、スカルプ D と進撃の巨人のコラボレーションでございます。すごいな。さあ、進撃の、あ、ありがとうございます。沖縄を感じる。ね。感じましたか？はい、今の。さあ、今回、スカルプ D では期間限定で、進撃の巨人コラボパッケージの商品発売中でございます。こちら、ね、シャンプーとコンディショナーありますけど、並べますと、こちら、超大型巨人の地ならしが扉絵になるということで。すごい。そう。すごいね。並べたら、新しい絵が浮かび上がるけど。エレンもいて。そうそう。そうエレン、エーガーもいるんですね。めちゃくちゃかっこいい。これはもうね。限定。そうなんです。限定で、ぜひね、こちら使い終わった後ももうインテリアとして飾れるんじゃないかな、なんて思います。ファンたまらんでしょ、これ。そうですよ。さあ、そんな、こちらコラボなんですけども、アンファからのお知らせがございます。はい。はい。期間限定の進撃の巨人パッケージ、スカルプ D シャンプーの発売を記念しまして、コールセンター限定の送料無料キャンペーンを実施します。とありがたいことにです。はい、こちら通常550円かかる送料が無料になるお得なキャンペーンでございまして、はい、お値段税込み3973円でお求めいただけます。はい、550円が無料って。そうなんです。でかいです。随分ね、安くなります。お問い合わせの際にこの後発表するキーワードをオペレーターの方にお伝えいただければキャンペーンの対象となります。大事そうですね。そしてもう一つダブルチャンスでございます。はい、はい、購入いただいた方抽選で1名様にお風呂で使える頭皮ケアマッサージメカノバイオプレゼントでございます。そう、気持ちいいやつや。そう、こちらね、あ、沖縄を感じますね。ちょっと長くなりました、さっき、さっきより。さあ、こちら、通常1万5000円程度の価格で提供している商品でございます。当選された方には、アンファーよりお電話を直接させていただきます。はい。はい。という、このダブルチャンスなんですけど、まず1つ目のキーワード、はいはい、ここで決めたいと思っております。はい。はい。オペレーターの方にお伝えするキーワード、何にしましょうか。キーワード、これ大事っすが。します？やっぱり電話してるときに言いやすい言葉の方がいいから。はい、そうですね。電話してるときに、うん。はいはい。もしもし。いや、ダメです、ダメです、ダメです。全員言うんじゃないですか。めっちゃ全員、全員引っかかるから。それキーワードですか、うん、ってなりません。言わない人も言ったかもと思うし。特別感がないんですよ。でも、もしもしって基本的に言うじゃないですか。だから、もしもしややこしいですけど、うん、もしって感じします。言わないですよ。短くでも、感じ悪い。もしギャルっぽいよ。いや、ギャルっぽいですけど。ムカポヨ的には嫌っすか？いや、ムカポヨなん、俺今。名前がコロコロ変わっていってるけど。ムカポヨギャルっぽくで言う。ムカチャミも、でも。ムカチャミなん、俺。ムカポヨかなと思ったらムカチャミなん、俺。ムカマンジャパンはムカマンジャパンや。アイアマンじゃない。ムカマンが現れてる。ムカマン監督はムカマン監督なん、しかも、ぽいぽいぽい。もしもしも。あ、いいじゃん。それですね。いや、電話切れた。電話切れた。電話切れた。もし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 ピーって。いやいや、そこまで恥かきたくない俺は。それ分かってるよ。それじゃない単語の方がいいでしょ。かけるときは一緒だよって。いや、ええじゃん。なんでアヤマンジャパンフィーチャーされすぎや。違うよ。じゃないキーワード。ルー期待ね。ルー期待。福田さんと一瞬噂になったルー期待。アヤマンジャパンの、その、どっちかというと端にいた。ルー期待さん。聞いてますか？ルー期待さん。聞かないでしょ、ルー期待でいいですか、キーワード。ルー期待じゃないですよ。言うわけないでしょ。ルー期待さん。ルー期待。いや、いいんじゃないですか、ルー期待さん。じゃあ、オペレーターキーワードお願いします。ルー期待。わかりましたって、進む。わかりました。進む。ムカマン監督。ムカマン監督。ムカマン監督って俺。ムカマンジャパン。ムカマンジャパン。ムカマンジャパンでいけます？いけるんすか？ムカマンジャパンいけるんじゃないですか、ね、ムカマンジャパン。いけるんですか？まあ、その、やっぱりちょっとね、勇気を持ってほしいからね。まあまあ、ね、こっちもいいもん用意してるから。1万5000円のメカノバイオですよ。当たる可能性あるわけですから。立派な商品ですよ、いいんですか、ね、ムカマンジャパン。いいって。オッケー！ムカマンジャパン。ムカマンジャパン。ということで、キーワードはムカマンジャパンです。ちょっとほんまオペレーターの人に話通しといて。いたずらやと思われるから。ちゃんと、単語は。
お伝えしといてください。はい、こちらムカマンジャパンと、はい、お電話口でお伝えください。はい、通るもんですね。はい、通るもんです。意外とね、はい、スカルプ D さんありがとうございます。受付電話番号は、0120-866-866 0120-866-866。 お電話の受付は明日11月20日月曜日の朝9時から11月26日日曜日夕方6時まで。本日は受付しておりませんので、はい、お間違いないようにお願いします。明日からですよ、はい、ムカマンジャパンが始動するの。ちょうど番号も0120のムカマン、ムカマンです。違うよ、全然覚えれない。ハムムハムムや。ハムムの覚え方として言うなら、ハムム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 で覚えるんですか。いやいやいや、ハムムハムムで覚えてほしくないんですが、866866で覚えてください。ムカマンじゃないんですね。ムカマン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 カとマンを当てる数字なんてこの世にあるかい。無理やりすぎて。ムカマン、ムカマン。ちょうど。ムカマン、ムカマンってあっちで言ったらどうすんねん。ムカマンジャパンやねんから。めでたし、めでたし。いや、終わらないでしょ。ムカマン、ムカマン、ムカマンみたいな感じ。ムカマン昔話が終わりました、ね。ちょっとね、ぜひ皆さん、この機会にお求めください。はい、それでは、11月限定の、こちらのコーナー、うん、頭の中から、駆逐してやる。よっ、嫌だなぁ、怖いな。あれなんでなんでなんで、BB ゴロか。BB ゴロさん。BB 弾です。BB 弾だ。ただの BB 弾だ。銃に収まっとけ、お前は。消してしまいたい過去の出来事。なぜか覚えている誰かの言動や行動。頭から離れないテレビのシーン。コマーシャルなど。記憶から駆逐したいエピソードを大募集します。はい、駆逐したい。印象に残ったメールを送ってくれた方には、うん、進撃の巨人コラボのスカルプ D のシャンプー&コンディショナーのボトルセットプレゼントします。よっ、素晴らしい。しますよ。しますよ。しますよ。来てます、来てます。来てます。マリック。ハンドパワー。兵庫県、ラジオネームピーマンの箱詰め。ああ、いっぱい入ってそう。高校の文化祭でロミオとジュリエットの劇をすることになった時、私がロミオ役に立候補すると、はいはい、クラスの女子から大ブーイングを浴び、先に決まっていたジュリエット役の女の子が泣き出しました。結局女子の投票でクラスのイケメンがロミオ役ということになり、私は何の役も与えてもらえず、え、一人で舞台のセットを作りました。裏方スーパー大道具さん、この記憶駆逐したいと思います。一人で。いや、それは辛い。駆逐したい。これ腹立つな。いや、腹立ちますよ。ちょっと。周りのリアクション最悪じゃないですか。泣くて。ね。うん。泣かんでもええと思いますけどね。これは駆逐してやる。本当に。はい。駆逐しましょう。ラジオネーム、てるてる坊主。てるてる坊主。でもね、てるてるのとこがね、はい、電話のてるになってるわ。あら、ああ、なるほど。これは面白いですよ。面白い。面白かないよ。てるてる坊主。そんなに面白かないよ。ムカマムカマ。ムカマムカマ。ムカマゼロイチ。フリーダイヤル。ムカマムカマまで。ハムムハムム。なんでハムム押すねん。ハムムええわ。ムカマー。いや、あれ、ぽい。なんかや。ぽい音。なんかの CM や。高い音だ。予備校で。個別指導講師をしていた頃、はい、大学に合格した生徒を連れて焼肉に行ったら、 お会計の時に財布を忘れたことに気づき、その彼をセレヌンティウスのようにその場に残して泣きそうになりながら自宅まで走ったこと、頭の中から駆逐してやる。メロスになったんだ。食い逃げしてますよ、この人一人。帰らなければね。いいことなってるやん、うん、ちゃんと帰ったんでしょうね、これ本当に。いや、そうでしょうね。ねえ、大阪府、はい、ラジオネーム上杉蓮次。私が小学生の頃、近くの大学の文化祭でお笑いライブに行きました。はい、4組ほどのお笑い芸人の漫才を見た後、はい、ビンゴ大会が始まりました。はい、景品に各組のそれぞれのサインと寄せ書きがありました。はい、私は見事一番にビンゴしました。素晴らしい。芸人の皆さんは寄せ書きを渡そうとしてきたのですが、私はそれを断って、笑い飯単品のサインが欲しいと選んでしまいました。あれ、今も実家のトイレに飾ってある笑い飯のサインを見ると、あの時の、アキナの二人の目を思い出してくれます。いたんだ。ね、小学生ながら人を傷つけてしまった思いで駆逐したいです。うん、小学生やったんやな。まあ、小学生なら、まあ。笑い飯さんがいいって泣いちゃったんでしょうね。そういうことでしょうね。その気持ちわかりますよね。当時な。寄せ書きってね、とはちょっとね。って思っちゃったんですけど、まあ、笑い飯単品が欲しいと言って。いやだからまあ、そう仕方ないですよね、うん、それね。で、これはでも、アキナも助かってますからね。うん、絶対受けたから、この。そうですね。いや、笑い飯さん単品で。おーいでね。そうそうそう。受けてます。その舞台はね。これありがたいですよ。いや、これありがとうございます。飾ってくれてるからね。嬉しいですね。いい思い出でございます。アキマンジャパン。そうですね。あんまりないよ。アキマンジャパン。アキマンジャパン。だいぶあやにに寄ってるから、もう、アキマンは。フリーダイル、アキマン、アキマン。アキマン、アキマンなんてな、ハムム、ハムム。いや、ハムムって何やねん。なんでハムム。意味なしてないんですよ。フリーダイル、右マッチョ、左マッチョ。いや、ないで、マッチョ、左マッチョじゃないと。最後。はい。来ました。
兵庫県ラジオネームダメガネさんからいただきました。ダメガネさん。昔テレビでやっていた某医療系バラエティ番組での記憶を駆逐したいです。医療系バラエティ放っておくと大変なことになりますよという煽りとともに、番組で紹介される症例は基本バッドエンド、うん、虫歯ができてもし、足がむくんでもし、おならを我慢してもし、どんな些細なことでも最終的に死にます。それからというも、体の不調が起こるたびによぎるあの番組の記憶を頭の中から駆逐してやりたい。なるほど、ちょっとトラウマなんやな。そのきっかけですよみたいな。いや、大体ね、タレントが明るく言ってたら、うん、ボーンって急に画面変わってね、実はその症状、なんとかかもしれません。ありますよ。塀我慢しても死ぬという。うん、怖い。極論ですからね、このバラエティー中の。そうっすね。ヘガマンジャパンですね。ヘガマンジャパンですね。ヘガマンジャパン。ヘガマンジャパン。プー期待ですね。プー期待に向かって期待だ。これでいいですか。いや、これでいいですか。俺が求めてんの、これなわけないでしょ。今月はこれでいいですか。今月はこれでいいですか。これが言いたかった。期待ですか。いや、ヘガマンジャパンとプー期待を言いたい25年目の芸人、おもろいか。ヘムムヘムムで。ヘムムヘムムじゃないね。ハムムハムムや。ヘムヘムやん、それ。ヘムヘムやろじゃない。ヘムヘムヘム。ヘムヘムヘムじゃないんですよ。MVP を決めたいと思います。どうでしょうか。まあ、リアルやったんか、アキナのやつですね。ちょっとなんかまあね。それはもうアキナも優しかったということで。そうですね。大阪府ラジオネーム、上杉蓮司さんに、スカルプ D の、進撃の巨人コラボの、シャンプー&コンディショナーのボトルセットプレゼントよーおめでとう。以上、頭の中から、駆逐してやるのコーナーでした。スカルプ D プレゼンツ、川島明の、寝言。皆さんは育毛剤と発毛剤の違いをご存知ですか？アンファーの2020年の調査では、その違いを正しく理解している人はわずか 6%。 髪の毛を育て抜け毛を防ぐのが育毛剤、対して髪を生やし脱毛の進行を防ぐのが発毛有効成分が配合されている発毛剤です。スカルプ D メディカルミノキ5プレミアムは、発毛有効成分のミノキシジルを一般用医薬品として国内最大濃度の 5% 配合した第一類医薬品の発毛剤です。さらに3つの有効成分を配合し、頭皮環境を整えながら髪を生やします。詳しくはスカルプ D で検索。この医薬品は薬剤師から説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。この番組はスカルプ D の提供でお送りしました。スカルプ D プレゼンツ、川島明の寝言。続いては今週の本望願寺。やったー、本望さん。私の同家で山形県住みます芸人のソラシド本坊さんから送られてきた近況と、スタッフが調べた天心向かいの近況を戦わせるというコーナーでございます。はい、どちらがよりお笑い界に貢献しているのか、インディアンスの二人に、はい、判定していただきます。うわー、ありがとうございます。はい、いうところです。まあ、向井さんも本当にお忙しい。本当にいろいろはやらせていただいております。いや、ほんまにマルチですもんね。向井さんはすごい。マルチ商法ですよね。違う、タレントや。そういう意味ではタレント。向井被告は、向井被告や。もういっぺん上がってるやん、裁判の。ヒコニャンは、被告のヒコニャンっていうのどう？被告のヒコニャンってなんだ。被告ニャン、被告ニャン、嫌だわ。被告ニャンじゃないよ。いいですね。いいですね。忙しい。忙しいです。仕事はしてます。はい、じゃあ行きます。向井さんの近況。はい。アメトーククラブ、令和の人気ない芸人に出演。そうですね。はい、出ました。地上波で同じ日に放送した令和の好感度低い芸人の流れで、人気が低空飛行の芸人が集まり、いつが人気のピークでどれだけ下がったかを発表していた。ほうほうほう。10月12日、YouTube 天心向井チャンネルに新しい動画を公開。うん、いつも動画を収録している書斎で、アニメ、ウマ娘、プリティダービーの感想を語っていた。はい、少し前の動画から、後ろの本棚に最近読んだっぽい、頭がいい人は〇〇が違うという本が横になって積まれていたが、この回からその上にティッシュの箱が置かれるようになった。それ別にええやん。使ったそこにティッシュ。使ったんじゃない。読んでないんですかね。読んでなさそうですね。いや、いいやん、別ですか。ティッシュを使ってるやん。ティッシュみたいな本ですか。ティッシュみたいな本ですか。後ろ本なわけない。一ページずつ抜いて読んでいくんですか、これ。そんなページないの。10月21日、午後9時55分、X に、最高か、とだけ投稿する。
ちょうどキングオブコントが終了した時刻だったので、おそらくはその感想だと思われるが、アドマチック天国西東京放野特集が終わった時刻でもあったので、そちらの可能性も。何やろ、誰がキングオブコントの優勝決定した時に。アドマチ、お前アドマチ見てんの。知らんか。いや俺も好きやけどさ、その日ぐらい録画してよ。最高やったんや。どないねこれ。放野への、放野への思いないね。最高か。リアルタイムで見るタイプ。みんなサルゴリラ応援してたんや。いや、お前だけ放野最高かよ。なんで放野応援してんすか。俺放野マンジャパンやな。放野マンジャパンって。以上ですね。なるほど。一番初めの仕事だったけどね。豆トーククラブ、ね。まあ、あれは、ボランティアみたいなもんで。そんなことねえよ。行けば出られるんで。いやいや、そんなタイプ。そうなんや。あんたぐらいよ、それ、もし出れたとして。ふらーっとテレ朝行ったら出してもらえる。最強やな。最強やからな。一人もそんなやついねえ。すげえ。ボランティアなんや、あれ。出れんねや。違うよ。本坊さんの近況です。はい。スケジュールの仮が外れて、3連休ができた。だから YouTube を再開しようと東京に行くことにした。あ、なるほど。向井と麻雀をする YouTube を撮るのです。そうそうそう。けど今月は休みがこの3日しかなかった。ニンニクを植える時間がない。種を3万円分買ったけど植える時間がない。畑にチュンを植える夢を見ました。チュン、チュン、麻雀やチュン、畑にチュンを植える。まあ、あまりにもこうね、植えなきゃ、受けない、植えなきゃいけないという脅迫観念にかられて、もう夢で畑にチュンを植えてる。マジってるやん。これだから、ポン、そうそうそう。ポンしてるってことかな。ポンもしたんかな、はい、したんかなじゃない。マジってるポンボーさん。ポンボーさん。ポンボー漢字。ポンボー漢字のね。ポンボー漢字のね、これは。カムしてる。カムしてる。カムしてる。ポン漢字。漢字ね。いやいや、ポン漢字。サンフーロや。大丈夫。ね、できてます。そんな、そんな人。じゃないんですよ。ね。イーマンジャパン。イーマンジャパン。イーマンジャパン。マージャン、マージャン。マージャン、マージャン。マージャン、マージャン。もうあんなにメジャーなやつ、CM 歌んでる。シンプルなもん。マージャン知ってますか皆さん。同期、同期、息切れに。マージャン、マージャン、余計興奮。マージャンの CM。マージャンの CM って何やねん。な知ってる？知ってないよ。ないから。みんなマージャン知ってる。これで、これだったのね、本坊さんの。そうや。はい。でも YouTube 撮りに行ってるから。いや、でも今月、この3日しか休みないって。すごいっすね。借り外されてるからな。でも、ニンニクお笑い界に貢献してるか否かと。そうやね。俺は判定はインディアンスのお二人でございますからね。それだけ。これ難しいなぁ。よしよし。判定お願いします。本坊さん！ハイバーイ！なんでや！本坊さん、やっぱ、ちょっと出だし嬉しかったんですよ。アメトークラブから始まって。そうやろ？ちょっとその後の方がですね。ちょっとこう続かんかったかなって、そのお笑い界貢献という意味では。なんか、あとなんか、あ、行けば出れるんやっていう事実も発覚したんだ、アメトーク。アメトーク、そんなタイプちゃうやろ。アメトークラブ。そう、だからクラブ。クラブの。クラブなんで出じゃないよ。クラブ爆発すなよ。そう。いや、部活みたいな感じじゃないよ。ってなると仕事ではないのかな。人生よ。その時地上波出てたからな、キムはな。いやいや、なんの活躍もしてない。そうか、そうか。そうか、駆逐してやる。駆逐してやる。なんで俺だけ駆逐すんねん。ただでさえ好感度低いのに。本郷さんのそのちょっとチューン植えたあたりの話とかもここで盛り上がってるってことは、お笑いに貢献してるっていうところにもつながるのかなっていう。マージャンパイのチューンでしたという。種をね、いただいたの。以上、今週の本坊が。今週の泣くな。またポンして。泣くな。カンカンじゃないですか。カンすな、2回。ムカチーは。ムカチーチー言われたことないね。今までなかったやろ。皆さんからのメールをお待ちしております、はい、宛先はすべて小文字で寝言アットマーク tbs.co.jp 寝言のスペルは negoto です。番組ホームページや X のアカウントではスタジオの様子などの写真もアップしてます。連動キャンペーンも実施中。番組のアカウントをフォロー&リポストしてくれた方の中から抽選で毎週1名様にスカルプ D のシャンプー&コンディショナーのボトルセットプレゼントします、うん、今週は11月25日土曜までにリポストお願いします。そして川島明の寝言はポッドキャストでも配信されております。ラジコのタイムフリーとともにこちらをチェックしてください。やめてください、違法アップロード聞くの。やめてくださいよ、はい、本当にこちらですよ。いつも応援してますって応援コメント、違法アップロードに書くのやめてください。よくない、よくないぞ。変な気持ちになりますからね。さあ、インディアンスの二人、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。せっかく頭を使えるらしいですな。嬉しいっすよ、定期的にやっぱ川島さん、向井さんとお仕事できたら、脳のね、早い健康に。はい。他とは違う。ものすごい忙しいでしょ、川島さん。他とは違うでしょ。他とは違う。
あんまり自分で、ね、他の雑魚芸人と違うんで。そんなこと言わそうとしてたか。誰とか誰とかですか。ゆずるさんとか。いやもう絵はゆずるさん。今のはそれは知らない。お前あかんで。今のは別にゆずるさん好きなんで。年末開けといてや。年末開けしますよ。ほんまに。ボクシング鍛えといてや。まさかの物理。まさかの物理系です。付き合いだ。付き合いです。来週も私の寝言にお付き合いください。ここまでのお相手はキリンの川島明と天使向井とインディアスキムと田淵でした。 See you next シャンプー。あなたの愛車一番高く買い取ってくれる中古車店わかりますか？実は簡単にわかる方法があるんです。それが車たかし。たった1分愛車の情報を入力すれば最大10社の査定額が届きます。比べれば一番高く売れるところがすぐわかる。車を高く売りたいなら車たかしで検索。天使向井です。毎週月曜夜9時から放送中、バイスシュバルツプレゼンツラジオ5等分の花嫁、大人気ラブコメディ5等分の花嫁の声優陣が週替わりで登場。11月20日のゲストはこの方。中野美香役伊藤美久です。ラジオ5等分の花嫁ぜひ聞いてください。 TBS ラジオ。お聞きの放送は FM90.5MHz、AM954kHz、TBS ラジオです。8時をお知らせします。